ご存知ですか、今財務省の公式 SNS がとんでもない状況に見舞われています。通常なら穏やかな反応に止まる投稿に突然700件以上の批判コメントが殺到し、国民の不満が一気に噴出しています。これは財務省が掲げる黒字化という政策に対する不満が限界に達した証拠かもしれません。一方で自民党も無傷ではありません。衆議院選挙での議席減少を受け、党内では不安が広がり、次の参院選での苦戦が予測されています。自民党内部からも財務省が地方経済を苦しめているとの批判が出始め、幹部たちは苛立ちを隠せない様子です。地方を切り捨てた政策に対する不満が自民党の存続にまで影響を与えかねない事態となっているのです。さらに財務省の経済政策に対しても大きな疑問の声が上がっています。物価高と税負担の重圧にあえぐ国民からは消費税の引き下げを求める声が絶えませんが、財務省は一切譲歩しない姿勢を崩しません。財政健全化という名のもと国民生活を犠牲にしているのではないかと批判される財務省は今や信頼を大きく失っています。そして自民党内での責任問題も加速しています。森山幹事長は選挙の敗北にもかかわらず辞任を拒否し続け、幹事長としての説明責任も果たしていないため党内外から厳しい視線が向けられています。選挙資金の使途に関する疑念まで浮上し、党内では刷新を求める声が強まるばかりです。果たして国民を無視した政策のままで自民党はこの危機を乗り切れるのでしょうか。今回の動画では財務省と自民党の抱えるこれらの問題に深く切り込み、今日本の政界で何が起こっているのかを掘り下げていきます。それでは玉木雄一郎氏によって注目を集めた財務省の SNS 炎上についてから始めましょう。財務省の公式 SNS が突然の大炎上に見舞われ、世間の話題をさらう事態に発展しています。普段はせいぜいに10件程度のコメントがつく投稿にもかかわらず、この炎上騒動では700件以上の批判的なコメントが殺到し、財務省への不満が一気に噴出しました。 SNS のコメント欄を除くと、財務省の黒字は国民の赤字といった辛辣な声や、もはやこの庁は不要、解体すべきだといった激しい批判が並び、財務省の政策に対する国民のフラストレーションが表面化しています。なぜこれほどまでに国民の怒りが集中したのか、その背景には財政政策に対する不信と長年にわたる国の方針への疑問が潜んでいます。この騒動が起こる背景には、財務省が長らく掲げてきた黒字化目標に対する国民の苛立ちが見て取れます。財務省は財政の健全化を進めるために黒字を確保しようと努めてきましたが、その一方で国民生活は重税と低賃金に苦しみ、経済格差が広がる一途をたどっています。黒字化を進めることで国としての財政的な安定を目指しているのかもしれませんが、国民にとってはその黒字はむしろ生活に対する圧力となり、黒字国民の負担増という印象が強く根付いてしまったのです。このような背景から財務省がただの投稿を行っただけでも国民の不満が一気に爆発し、700件を超える批判が寄せられる事態に発展したのでしょう。コメントの内容を掘り下げてみると、国民の財務省に対する厳しい見解が浮き彫りになります。30年以上も失敗し続けている人たちが居座っている長だといった指摘からもわかる通り、長期的な財政政策が効果を上げていないことに対する苛立ちが見て取れます。特に高齢者の生活が厳しさを増し、若年層に未来への希望が感じられなくなる一方で、財務省は依然として財政を黒字化しようとする姿勢を崩しません。このギャップは国民の信頼を大きく損ね、財務省が何を言おうともはや信じるに値しないと感じる人が増えている状況を反映しているのです。またコメントの中には、解体されるべきや財務省が国民の脳を食い尽くしているといった感情的な意見も多く、もはや建設的な議論を望むよりも財務省そのものへの批判や解体を求める声が高まっています。財務省という組織が国民の意見や生活の実情から乖離し、
自分たちのために国民の財産を吸い上げている機関とみなされていることがわかります。つまり財務省が掲げる黒字化目標や財政健全化が国民生活の犠牲の上に成り立っていると受け取られているのです。このような状況を生み出した背景には過去数十年にわたり続けられてきた緊縮財政があります。緊縮財政は歳出を削減して黒字を確保し財政を安定させることを目指す政策ですが、結果として公共サービスの削減や増税といった形で国民に負担が増えています。国民は税金を負担し続ける一方で恩恵を感じることができず、財務省への不満が積もり積もってきたのです。特に若年層や働き盛りの世代にとって将来に対する不安が大きく、こうした不満が SNS での炎上として顕在化したと言えるでしょう。財務省はこの炎上に対しどのように対応するのかが注目されますが、現時点では具体的な反応を見せていません。次は自民党内部で高まる参院選への懸念と財務省の政策に関する話題です。衆議院選挙で自民党が191議席にまで減少し、党内での緊張が急速に高まっています。これは自民党にとって25議席の減少という大幅な痛手であり、党の内部では危機感が募っています。こうした状況下で今後の参院選が厳しい戦いになることが危惧されています。この危機感の背景には財務省が推進してきた財政政策が自民党にとって重荷となり、民衆からの支持を失いつつある現状が浮き彫りになっていると言えます。自民党内部の動揺は特に参院選を前に地方の支持層が離れつつあることへの懸念につながっています。地方経済の疲弊が進む中で財務省の緊縮政策や増税方針は地方の活力を奪っているという批判が根強く存在します。地方の経済は長期的な人口減少や雇用機会の減少によってすでに厳しい状況にありますが、そこにさらに財務省の増税政策が重なり、生活の余裕が失われ消費も低迷しているのです。自民党の支持基盤は地方に根ざした保守層が多くを占めていますが、財務省が実施してきた政策が党支持層にも悪影響を及ぼしているのが現状です。特に地元の利益を重視する多くの地方議員からはもはや財務省の方針を無条件に支持できないという声が上がっており、これが党内の亀裂を深める要因ともなっています。自民党の内部では麻生太郎氏や高市早苗氏といった財政出動を支持する議員が財務省との路線対立を表面化させています。彼らの主張は地方への公共投資を増やし経済を活性化させることで支持層を取り戻すべきだというものですが、財務省はこうした要望を退け、むしろ歳出削減を進める姿勢を崩していません。このため党内では財務省の政策が参院選を厳しいものにしているという見方が強まっています。さらに地方の現状を理解せず一律に進められる財務省の政策に対する不満は党内でも東京から地方を切り離した施策だという不信感として噴出しています。自民党内部では財務省の政策が都会と地方の格差をさらに広げていると批判されており、地方議員を中心に地元を軽視するような財務省の政策では選挙に勝てないとの意見が増えています。かつては党内の重鎮であった財務省出身の政治家も今やその影響力を失いつつあり、地方を軽視した財務省の方針が党内での信頼すら損なっているのです。このような不安が広がる中、財務省の政策が参院選へのリスクを高めていると指摘する議員たちは次期選挙に向けて地方重視の政策転換を求めています。しかし財務省は自らの政策が財政安定のために必要であると主張し、地方経済や自民党への影響については考慮を示さない姿勢をとっています。この無関心な態度に対し党内からは財務省が掲げる財政健全化の名のもとに地方経済が犠牲になっているとの批判が強まっており、次の選挙でこれが自民党の支持率低下に直結することを懸念する声が相次いでいます。このように財務省の政策は地方を抱える自民党にとって負担となっている現実が浮き彫りになっています。次は
財務省の経済政策に対する国民の批判と消費税減税の議論についてです。財務省が掲げる緊縮政策に対し国民の間で不満が高まっている中、消費税減税の是非が熱い話題となっています。現行の経済政策は財政の健全化を最優先とするため、歳出を抑制し増税を推し進めることで黒字化を目指してきました。しかしその結果、日々の生活に負担が重くのしかかる国民の間では経済的な負担感が増しているのが現実です。個人消費の停滞と物価高騰、加えて低成長の中で消費税が家計を圧迫し続けているとの批判はますます強まり、財務省の方針が一部の利益を守るために国民全体を犠牲にしているのではないかという疑念も広がっています。消費税を下げることで個人消費が活性化し経済に好影響をもたらすとする主張は経済学者や有識者からも支持されています。実際、消費税の増税が行われた際、個人消費が大幅に冷え込んだことは過去のデータからも明らかです。消費税は所得の高にかかわらず同率で課されるため低所得者層に特に大きな負担となっています。増税による財源確保が財務省の主張ですが、その裏で経済を成長させ税収を増やすよりも手っ取り早く増税に頼る姿勢が見え隠れし、国民の反感を招いていると言えます。また、消費税の減税論が浮上する中で財務省は税収確保のためには減税は不適切との姿勢を崩していません。彼らは歳出の増加を理由に税収を維持する必要があると主張していますが、実際には内部留保を溜め込む大企業や株主のために利益を最大化する富裕層への課税強化といった代替案には消極的です。財務省が一貫して消費税を福祉目的税と位置づけていることにも批判が集まっています。これはあくまで日本特有の定義であり、他国では同様の消費税を社会保障に特化して使用する例はほとんどありません。それにもかかわらず日本国内では消費税を高齢化社会への対応資金として必要不可欠とし、減税の提案をことごとく退けています。消費税減税を推進する議員や専門家の意見は、消費税の引き下げが景気を押し上げる大きな鍵になるというものです。消費税が減れば個人の購買意欲が増し、結果として企業収益が向上する可能性が高まります。しかし財務省は消費税減税は財政悪化につながるとして懸念を表明し、消費税の役割を擁護し続けています。国民が税負担に苦しんでいる現状を踏まえず、長期的な見通しとしては消費税引き下げが逆に物価の上昇を招く可能性があるなどといった理論で反論し、国民に対する負担軽減策としては消極的です。これにより財務省の政策が国民の生活実態を反映していないとの不信感がますます強まっています。さらに消費税減税論が出ている背景には、過去数年間の実質賃金の低下が大きな影響を与えています。物価上昇率が賃金の伸びを上回っているため国民の生活水準は低下し続けています。これは特に中小企業や非正規雇用の労働者にとって家計を圧迫する要因となっていますが、財務省は消費税を維持し減税のメリットを認めない態度を続けています。この姿勢が財務省は国民の生活よりも帳簿上の数字を優先しているという厳しい批判につながっているのです。また、消費税の代替案として法人税や所得税の累進性を強化する案が議論されています。これは富裕層や大企業に対してより多くの税負担を求めることで財源を確保しようとするものです。しかし財務省はこれにも慎重であり、法人税の累進課税を導入することで大企業が負担を増すことに対する懸念を表明しています。これは一部の利害関係を守るために全体の利益を犠牲にしているとの印象を与えており、財務省への不信感が一層強まる結果を招いています。財務省が主張するように、消費税は社会保障費の財源確保のために必要であるとしていますが、実際にその使い道が国民に見えているかというと疑問が残ります。最後に、自民党内部での責任問題と森山幹事長の対応に焦点を当ててお伝えします。
自民党内で揺れ動く責任論が衆議院選挙での大幅な議席減少を受けて急速に高まっています。選挙戦後、小泉進次郎選挙対策委員長はすぐに辞任を表明し、ネット上でも責任を取る姿勢を見せたと評価されていますが、それ以上に注目を集めているのは幹事長の森山氏と石橋総理の動向です。特に森山幹事長が自民党の選挙戦略の総責任者として選挙結果について明確な態度を示さない姿勢に批判が集中しています。党内外からは敗北の責任を問われる立場にありながら辞任を拒否するのは無責任だという厳しい声が上がり、世論も過去の自民党の例に反する行動として疑問視しています。過去の例を振り返ると、2009年の総選挙で与党が大敗した際には幹事長が即日辞任を表明し、責任を取る姿勢を示してきました。しかし森山幹事長は辞任を拒み続け、責任問題から逃げるかのような態度を取り続けています。この異例の対応が党内での不満と反発を一層煽っているのです。さらに総裁の石橋氏も責任を否定する発言を繰り返し、党内ではリーダーシップに対する疑念が募っています。党のトップが責任を明確にしない姿勢に若手議員や地方議員からの反発が強まり、森山幹事長と石橋総理への不信感が広がっている状況です。また特に注目されているのが、非公認候補に対して2000万円という巨額の選挙資金が支給された問題です。この件に関して森山幹事長が誰が決定したのかという質問に対して明確な回答を避け続け、記者会見でも無回答を貫いていることが不信感をさらに高めています。党内の資金管理の責任を担う幹事長が説明責任を果たさずに曖昧な態度を続けることで、自民党内の規律が揺らぎ、資金管理の透明性にも疑念が生じています。このような対応は党の信頼を失墜させる大きな要因となっており、世論からの批判も強まっています。森山幹事長のこうした対応に対し、党内外からは責任の所在を曖昧にしているだけでなく、党の信頼を損ねる行動との非難が相次いでいます。これまでの自民党は責任を明確にすることで支持を維持してきましたが、森山氏の態度は党の従来の方針に反するものとして強い反発を招いています。特に若手議員や地方議員は、現状のままでは次回の選挙で党の支持を得られないと感じており、党の刷新を求める声が日に日に強まっています。このような中、党内では森山幹事長と石橋総理の責任追及を求める動きが本格化し始めました。特に SNS 上では、小野田議員が森山幹事長の責任問題について積極的に意見を表明し、国民からも多くの支持を集めています。また小野田議員の主張に賛同する若手議員も増え、彼らは現状の自民党の姿勢では国民からの信頼を得られないと主張し、党改革を求めています。ベテラン議員の中からも、従来の自民党ならば即座の辞任が常識として、森山氏の対応に疑問を呈する声が上がっており、党内の分裂が顕在化してきています。さらに今回の選挙では、自民党の石橋政権に対する信頼が問われ、厳しい結果に終わったにもかかわらず、森山幹事長と石橋総理が辞任を拒否する姿勢が国民の不信をさらに深めています。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で財務省と自民党が抱える深刻な問題について考えさせられたのではないでしょうか。財務省は黒字化という目標を掲げる一方で、実際の政策がどれだけ国民生活に負担を強いているかには無頓着とも言えます。黒字を守ることが目的になり、本来守るべき国民の生活や地方経済への配慮が欠けているのは明らかです。自民党内からも改革の声が上がっていますが、組織内の古い体質や政治家たちの責任逃れが現実にどのような変化をもたらすのでしょうか。私たちが望む未来は、財務省や政府の失策で不安定にされるようなものではありません。しかし責任を明確にしないまま次の選挙が迫るとすれば、果たして彼らがどのような対応を見せるのか疑問は尽きません。森山幹事長や石橋総理の対応には、
国民として本当に納得できるでしょうか。こうした状況を許してよいのか。皆さんの率直なご意見をぜひコメント欄で教えてください。次の動画ではさらに深掘りしていくつもりです。私たちの声が政治の在り方を少しでも変えられるのなら、今こそ一緒に声を上げる時かもしれません。